はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、コキュウでございます。ということで、今回はこちら山陽姫路駅に来ております。もう完全に阪神に、もう巨人からの阪神に独占されてますけども、まあ、でも柱の色と比べたらまあ同じかなという感じしますけども、さて、これ今回はですね、こちら直通特急、両方直通特急なんですけども、今回右側の方ですね、8000系の、まあ、初期車の方か、初期車っていうよりかは三次車ですけども、こちらの方乗っていきまして、大阪梅田の方ですね、行きたいと思います。阪神大阪梅田行き直通特急です。次は、さあ、ということで山陽姫路を発車です。直通特急、大きく分けて2つのタイプがありまして、赤色と黄色があるんですけども、今回私が乗ったのは朝ですから、赤の直通特急しか走ってないんですね。で、あの時間的の兼ね合いで、じゃ阪神線内の兼ね合いで赤色しか走れないんですね。ちなみに赤色は神戸高速線内に通過駅がある直通特急ですね。そして先ほどまでちょっと左側に見えてたこちらの柱なんですけども、不自然な形をしておりますけども、こちらもともと姫路市内を走っておりました姫路モノレールの橋脚跡なんですね。いや、結構残ってるんですね。もうだいぶ古いやつですけども。さあ、そしてカーブを曲がっていきますと、こちらは山陽本線と新線、そして山陽新幹線の高架ですね。こちらをくぐっていくんですね。いや、大きくカーブを描いておりまして、この辺りは90度ぐらい回転する、回転すれば曲がるんですね。すごいな。そして列車は南に進んでおりましたけども、少し進みまして、この西の東に帰ると同時に車庫が見えてきまして、青星線の方と合流したらですね、まもなく最初の停車駅の鹿間です。こちらは青星線の乗り換え駅というだけあって、全列車が停車するんですね。さあ、そして一部の直通特急が停車する白浜の宮を通過、こちら通過する直通特急ですね。まあ基本通過しますけどね。さあ、そして大塩、こちらは直通特急全列車が停車いたします。ちょっと前までホームが短かった関係でドアカットを行っていたんですね。そのため直通特急に入る阪神車は全てこちらのドアカットに対応した改造が行われておりました。目と目が合う。さあ、そして一部の直通特急が停車する新井を通過。直通特急は色以外にも山陽線内の停車駅パターンがいろいろあるんですね。非常にややこしいですね。そして全列車が停車する高砂、左側には山陽唯一の種別ですね、 S 特急が止まっております。高砂を発車いたしますと、結構大きな川ですね、加古川を渡っていきます。そして別府付近ですね、左側山陽新幹線の線路と合流いたします。合流がしてないです。ちょっと並走かな、これは。そしてこちらちょっと上がっていきまして、別府駅があるんですね。そしてこちらの駅を通過するとまた下に降りていきますので、これ別府駅のためだけに上に上がってるんですね。ちょっとよくわからないことだな。そして左側車庫が見えてきますと、まもなく東二見です。東二見を次は明石まで止まりませんから、もうだいぶ神戸の方ですね、兵庫県の市街地の方に近づいていったということになります。そしてこちら明石市内で一番長い駅名なんじゃないかな、林崎松江海岸駅ということで、ひらがな結構多い、何文字なんだこれは。そして山陽単独の駅では珍しい高架駅の西新町を通過いたします。さあ、そして山陽本線と並走しながら、まもなく山陽の明石です。やはり明石といえばタコが有名ですよね。この近くの商店街もタコが結構売られておりますね。そしてここから一部並走してない部分はありますけど、しばらく山陽本線と並走するのですけども、こちら山陽電鉄本線ということで非常に紛らわしいですね。灯台が見えますと、まもなく一丸前を通過いたします。こちらの一丸前駅には日本の標準時 4,5 線で通っております。そして JR の線路を大爆クロスいたしますと、まもなく舞子公園です。舞子公園は淡路島とか四国方面に向かうバスと乗り換えができますね。高速舞子でしたっけ、確かバスの停留所の名前は。さあ、そして右側新快速と並走いたしまして、まもなく垂水です。垂水はバスがいっぱい走っておりますね。ここから北の方は鉄道空白地帯ですから、バスが主なんですね。そして一部直通特急が停車する滝の茶屋です。この列車はこちらの滝の茶屋に停車するやつですね。いや、新井と白浜の宮を通過して滝の茶屋に停車する直通特急もあるんですね。そしてたまに直通特急が臨時停車いたしますスマウラ公園を通過いたします。こちらは阪神の特急と、かつては阪急の特急もここまで乗り入れておりましたね。現在は阪神だけということになっております。そして山陽スマ、
と南に行くと JR の須磨駅もあるんですけども、それと差別化するために山陽須磨という名前になったそうですね。そして左手に車庫が見えますと、一部阪神の特急の終着駅となっております東須磨を通過いたします。東須磨は全ての直通特急が通過するんですよね。ちょっと昔のダイヤ改正まではこちらの東須磨に停車する黄色直通特急もあったんですけど、現在はなくなってしまいました。そして東須磨を過ぎますとすぐに地下に入りまして、まもなく板宿です。改札の方に行きますと山陽6000系のローソンがありましたね。そして西台を通過、ここから山陽から神戸高速鉄道になるんですけども、こちら京華駅直通特急、こちら赤いやつは止まんないんですね。そしてすごいゆっくり走っておりますけど、新開地前の方にはこれの1本前の列車が見えますね。こちらテールランプが見えておりますけども、あれ阪急かな、黄色ですので多分通勤急行だと思います。そして新開地入線、ここから阪急と、一駅間だけですけど同じ線路を使います。そしてこちらからは神戸電鉄も出ておりますね。阪神の留置線が見えますと、まもなく高速神戸です。左側には阪急の車両が止まっておりますね。これ先ほど見た黄色いやつですけども、はい、これやはり通勤急行でした。8003F ですね。そして元町、一応ここから阪神ということになっておりまして、阪神はここまでなんですね。今まで通ってきたところは神戸高速線ですから、ここからやっと阪神になるんですね。そして神戸三宮、阪神の途中駅では唯一ホームドアがついた駅ですね。いや、ホームドアは他に大阪村についておりますから、どちらも地下駅についているということですね。阪神線内の地下駅を通過する際はこのように警笛を鳴らさないといけないんですね。なぜか分かりませんけども、山陽線内では鳴らなかったんですね。ちなみに神戸高速線内は鳴りましたね。一応あれは阪神という扱いだそうですね。そしてこちら通過している岩屋から地上に出てきまして、他大阪の梅田の手前、福島手前か、そこら辺までずっと地上を走ります。そして大石、左側には山陽車が止まっておりますけども、あちらは神戸三宮止まりで、こちらまで改装されてきました。かつてはここまで特急の運用があったんですけどね。そして御影、こちらものすごいカーブ状にありまして、6両編成で長いですから、こちらの特急系車両はみんな外側に止まるんですね。内側は広くなっておりますからね、4両の短いやつが止まるんですね。それが関係してるかちょっと分かりませんけども。そして高架駅扇、青木と呼んでしまいがちですけども、こちらを通過いたします。左手には区間特急が止まっておりますね。こちら直通特急は通過いたしますけども、区間特急は止まるんですよね。そして芦屋、一応全列車止まることにはなっておりますけども、8両編成の快速急行は通過いたします。こちら両端に踏切がありまして、駅の延長ができない状態にありますから、6両ギリギリですからね、これで8両編成止まることができないので通過してしまうんですね。そして西宮、先ほど扇で追い抜かした区間特急はこちらの駅を通過するんですね。いや、千鳥停車ですね。阪神特有の千鳥停車です。そして今津の手前、今津で乗り換えができる阪急今津線の車両ですね。そちらが見えてきますと、まもなく今津を通過いたします。なんか見ないな車両が来たと思ったら、これ奈良の鹿のラッピングですね。車内も変わっておりまして、このようになっておりますね。さあ、そして甲子園球場の最寄り駅の甲子園なんですが、この直通特急はなんと通過してしまうんですね。はい、こちらがわざわざ早朝に直通特急に乗った理由でございます。朝の数本は梅田方面の直通特急は通過するんですね。こちらが序盤で言っていた阪神線内の時間の関係ですね。区間特急などが千鳥停車をいたしまして、こちらの直通特急も例外ではなく、このように甲子園を通過するわけですね。そして尼崎、阪神南波線との乗り換え駅ですね。一応南波線と分かれるのは次の大物ですけども、大物は特急系が止まりませんから、ここで乗り換えが推奨されるわけですね。そして淀川、多分大阪を流れる川で一番有名な川なんじゃないかな。淀川以外に知ってる川がないですけどもね、実際、寝屋川ぐらいかな、知ってるのは。そんなことはどうでもよくて、こちらはすごく広くてですね、1キロぐらいあるのかな、多分そんぐらいあったと思います、こちらの鉄橋。そして野田を通過いたします。こちらの近くには大阪メトロ千日前線と JR の東西線があるんですけども、そちら野田阪神駅と ABA 駅ということで、全部違う駅名なんですね。本当に乗り換えが困難ですよね。そして大阪環状線の高架をくぐりますと、まもなく地下に入ります。かつては環状線の横を沿うように走っておりましたね。さあ、そして警笛が鳴りまして、阪神最後の途中駅福島を通過いたします。さあ、そして左
姫路を出発してから約1時間40分ですね。新快速で行くと2回先回りできますけども、ようやく終点の大阪梅田に到着です。いや、大阪の中心部、このようにホームドアがついているんですね。こちらは新しくできたホームです。はい、ということで終点の大阪梅田に到着いたしました。なんか知らぬに新しい2番乗り場ができてましたね。こちらには線形のなんか階層が止まっておりますけども、まあ、多分区間特急やったかな。はい、ということで今回は新しい千鳥停車甲子園を通過する直通特急の停車ということでやってまいりました。それでは今回の動画はここまでということになります。ご視聴ありがとうございました。